イメラジオです今日は令和5年1月15日日曜日です。時刻は午前10時回りました。横浜港北。今日は曇りの天気で街が少し沈んだように見えるそんな朝となりました。港のランドマークタワーも少しくすんで見えるそんな風景です。さて、1月中旬の日曜日。 今回、田中先生がイメラジオにお越しくださいました。テーマは、ゾルゲ事件。ゾルゲ事件というのは、諜報事件としては、世界史に残る非常に大きな事件。そして、当時の日本の政治をもある程度変えたんじゃないか、そう思えるような事件ですが、なぜせ諜報事件だけに謎も多く、 よく分かってないというそういう方も多いと思います今回日本史の専門家である田中先生とこの重宝事件について語っていこうと思います田中先生おはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますはい先生はあの高校とか予備校で日本史教えてらっしゃるんですけど、はい、一体ゾルゲ事件っていうのは出てくるんでしょうか高校日本史のカリキュラムの中にいや 出てこないです。ただ、はい、教科書にも載っていない載ってないですね。はい、載っていない、うんうん。けど、やっぱりあの時代を語るときにあの、さっきで通れないような事件でもあると思うのですが。うん、というか、まあ、そのゾルゲ事件って、どうしても何て言うんですかね、そのどこまで日本にその影響があったのかみたいな話が、うんまあ、メインで語られると思うんですよ。で、まあ、そのまあ なんていうのかなこの f m r とくっつけて楽しく陰謀論をみたいな感じで考えてる人って結構いると思うんですけど僕はねまあそれよりもんなんでこう尾崎ほつみとかがそのなんていうんですかね諜報活動をやったんかっていうところに焦点当てた方が楽しいと思うんですけど、ね、ああなるほどうんつまりあのゾルゲや尾崎があの 日本の政治を変えたっていうのは、やっぱちょっと言い過ぎは言い過ぎであの、ゾルゲの情報を、例えばモスクワのスターリンやモロトフが本気にしてたかどうかも、実は微妙なところがあるし、うんうん、ただしあの、情報の収集、そしてその分析という点ではあの、世界史、あるいは日本史を変えたかどうかともかく、その情報の収集、分析においては、見事な情報活動だってな気もするのですが。 うんまあ、あの特にまあ尾崎穂積みですよね、これ、一高から東大の、えー、と分離だったかな、確か、うんうん、なんで、まあ、当時を代表するその、まあ、エリート層なわけですよね、はいで。だから、なんて言うんでしょう、当然、情報分析能力っていうのはある程度、当然あるわけで、だからその人が、うん、なんていうんですかね、どういうその意向で、まあ、そのソ連のスパイっていう形になった、情報提供者になったのかっていう部分 これやっぱりよく分かってないじゃないですかよく分かってないっていうのはそのそ、ね、なんていうんですかあのー、現代の我々がってことですよこれは尾崎穂積みの人生っていうのをある程度こうスパンで見ていけばですねあなるほどまあそういうことかっていうのも結構意外と見えてくるんですけど、えーはい、あのー、なんていうんですかその近衛文麿との関係とか 同あるだろうみたいな、もうゴリゴリの共産主義者なんだろうみたいな、そういう,こう、なんていうんですか、その先入観で見ちゃうし、でその先入観があると、それ以上こう調べないというか、でってる張って理解するっていう傾向があるんで、まあ、それが結構ね、まあ、これ、まあ、このゾルゲ事件に関しても、この尾崎ほのみのまあ弟ですよね、まあ、有名な尾崎穂月っていうその文芸評論家がいて、 でこの人がまたね、書いてる本が結構いい加減な本だから、あの例えばその有名なのは、日本共産党の伊藤律が実はあの事件の、まあね、発覚のきっかけになったって、まあ、これはもうすでに否定されてる話なんだけど、うん、例えばいまだにそういうことを信じてる人っていうのは結構まあいるわけですよね。で、まあ、そこら辺をですねやっぱり少し、まあ、じゃあ今日お話ししようかなという感じにはなりますけどね。 あの弟さんはもう伊藤律のことをこれでもか、これでもかとあの、あと非難ししてまじゃあこれはもう最初に言うと、ですね、えーとまあ、もしそのなんだろう、伊藤律が、まあ、その実は関係ないよっていうことについて、まあ、興味があるんだったら、ですねそうですね、読みやすい本としては、ですね加藤哲郎さんという政治学者がいるんですけど、でこの人のです、ね、い平凡写真書からゾルゲ事件。 えー、覆された神話っていう本が出てるんですけど、はいはい、これが多分そのゾルゲ事件のその伊藤律っていうのが、まあ、要は、うん、関係ないよという,うことですね、であとはまあその加藤、別にその加藤さんが、加藤哲郎さんがその伊藤律がっていうことにはならないんで、えっとね、一応、その伊藤律が関係ないっていうことを立証した人はですね、 これは社会運動家で渡部富也さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、この方の、えーと、今これ出てるのかな、えー、と偽りの落て伊藤律スパイ説の崩壊という本があるんですけど、まあ、30年ぐらい前の本なんですけど、まあ、これを読めば、ですねもうあ伊藤律ってあ、あ犯人じゃねえなっていう、関係ねえなっていうのは分かるんですけど、まあ、一応、アマゾンだと買えますね。 はい、伊藤律さんがまあその辺のことをあの、あんまりはっきり言わないまま、歴史が証明してくれるよとかなんとかって言って、やったもんだから、なんかこう、伊藤律さんにも嫌疑がかけられたんだけど、あの渡辺富也さんあ渡辺富也さんのそういう研究所からは、伊藤律さん、ゾルゲ事件とは少なくとも関係ないねっていう、そういうことが浮かび上がってくるんでしょうかそうですね、もう研究段階としては、そのまあ、ゾルゲ事件発覚のきっかけは伊藤律ではないという。うんうん でこの伊藤律っていう人がですねこの日本共産党の中での権力争いでこう長く虐げられたっていう歴史がこれあるんですね。彼、確か文化大革命の頃ずっと20年ぐらい中国で監禁されてた人なんで、まあ、だからそれもちょっと影響してるんですよね。だから、まあ、ゾルゲ事件っていうとね、その松本清張の、まあね、有名なあれがシリーズがありますけど、はい、あれがだから2013、うん、年かなんかに、えーと、なんだろう、その うんドラマか何回かされてますよねその時に確かあれですよ、あの放送したの TBS だったと思うんですけど、確か TBS がなんか、伊藤率に関しては、まあ、これこれこう書いてあるけど、もう実は事件には関係ないことが、あの研究者によって証明されてますみたいな、あのだし書きが確か入ったはずです。はいだから 松本清張さんの日本の黒い霧という,う、ね、あのシリーズの中では、やっぱり伊藤律がゾルゲ事件に関わっているという、そういう松本さんの,あの、えっと、主張だったんですけど、それがだんだんとその後の研究によって覆されてきたから、先ほどの TBS が番組化したときには、うんあの、松本さんの作品ではこうなってるけど、これは今では伊藤律さんはゾルゲ事件とは関係ないというふうに。 そのなんかだし書きが入った、あるいは文庫が版を重ねて新しくなった時にも、その正し書きは文庫の中にも入ったようですよ。うん、うん、そうですね、入りましたね。はいうん、では先生、じゃあその、えーっと、ドルゲ事件にでは入っていこうと思うのですが、はい、そのリハルト・ドルゲって人は、もともとはあのドイツにいて、そしてドイツで、はい、 共産主義に被れちゃったというそういうううそ方なんですよね最初はなんかもう本当に普通の人だったらしいですけどね、お父さんはなんか技術者かなんかだったのかな。うん、で、えっ、ー、と、お父さんがね、えっ、ー、と。 あやえっと、1914年から第一次世界大戦にこれ参加してるんです。彼、1895年とか生まれたんで、確か、えっとまあ、19とかなんで、まあ、兵役行くのはまあ分かるかなという感じなんですけど、3回負傷して、特にその3回目ですね、なんか,かなり重傷って。 でその重症で病院に入院してるっていうところですよね。で、その頃にロシア革命がちょうど起こって、まあ、衝撃受けるみたいな感じですよね、確か。うん、うんで、えっと、キール大学ですよね、確か、あの出身大学が。で、キーウ大学に入ってあの、ドイツ独立社会民主党ですよね。だから、まあ、ここら辺からちょっとどっちかというと、左に傾いていくかなっていう感じですよね。はい、はい ヒールって言ったら、それこそ第一次世界大戦が終わった、終わ,終わらないの頃になんか水平の反乱があって、それがその戦争の終わりの引き金になった、終わりを導いたっていう、そんなふうに世界史では習いました。うんはい、で、その後ですね、まあ、ハンブルグ大学に移って、でその頃だからドイツ共産党に入党して、 でその流れとしては、そのドイツ共産党に入党した後まあその結局、コミンテルンと関わる中で、その所属がドイツ共産党からコミンテルンに移り、でコミンテルンで活動してるってなると、だんだんあのスターリン主義になってくると、結局、コミンテルンとソ連ってイコールになってくるんじゃないですか、一国社会主義的な考え方になるんで。でそうすると あのだろう、コミンテルンで活動してるゾルゲが、気がついたらソ連のために活動してるみたいな形で、まあ、所属がこう変わっていくっていう、でこれこはまあなるほどなっていう感じですよね、はい、それはあの20年代に日本共産党が結成された後もあも、日本共産党の初期メンバーたちは、まあ、ソ連に行くことも多くて、でいつの間にかなんか、どこの所属か分からなくなってくるような、そういう人たちもいましたよね、うん、だからこの時代はもうそういうもんですね。うんうん そしてそのようなゾルゲー青年なんですけど、はい、もう20年代には、もうゴリゴリの共産主義者になってましたねまあそうですね、基本的にはまあ、うん、そうですね、まあ、コミンテルンで活動するんですからね、さっきお話したあの日本共産党の結成っていうのは、確か1922年,年ですね、ちょうど去年が100周年ですね。 ちょうどその頃に実はドイツであのフランクフルト学派っていう、はい、そういう学派がフランクフルト学派あるいは社会学研究所とかって言ったりするんですが、はい、それが結成されこれはあの戦後に至るまで実はあの思想または哲学の分野で大きなあの影響力を持った学派なんですよそれの結成っていうかフランクフルト学派また社会学研究所の結成に ゾルゲ加わってるみたいなんですよ、どうやら。うん、うん、はいはいはい。で、そのフランクフルトが会いた結局、マルクス主義研究のそういうあの研究所でしたから、まあ、ゾルゲがそこにいてもおかしくないなとは思うんですよね、うんうんあの。フランクフルト大学の、えー、と助手になってるし、彼が、<あ>あの最終的な卒業、あ最終的な一応、その博士号をもらってるのは、えー、とフランクフルト大学なんです、えー、あの移籍してるんであ<ー>、はい、キール大学から。うんうんうん でえー、っとだから、なんだ、第一回マルクス主義研究集会に参加して、あの福本和夫と、なんか集合写真撮ってそうなんですよ、あの写真に福本和夫もなぜか載ってて、ゾルゲも載ってるっていう、ええー、みたいな、あのそ,れそういういことなんですね、うん、これはあの有名な話ですね、あの国際スパイ、ゾルゲの真実っていう、k 川文庫からあの本が出てるんですけどね、NHK と、うん。 ロシアの有名な研究者で、あの下戸前信夫さんっていう方の本が1995年に出てるんです、うん、国際スパイ、ゾルゲの真実で、そこに確か写真があった気がするんですけど、福本和夫と写ってるんですから、まあ、それはマルクス主義はねっていうところですよね。であの、実際、ソ連にも渡って、そしてソ連でなんか、 ロシア人と結婚してるっていう話も聞いたんですが、ゾルゲさ、うんは。そうですね、あの基本的には、はいまああの、彼は結構ね、何回も結婚してる上に、あの石井花子さんでしたっけ、ねはいはい、愛人もいますから、ね、ですけど、だから、かなりそのソ連と、なんていうんですか、変な言い方ですけど、ズブズブな関係っていうんですかね、そして、そのゾルゲが尾崎穂積と出会ったのが、 なんか上海かどっかだったと聞いたんですが。あ、そうですね。だから、そこがね、実は大事で、そのまあ。うん、ゾルゲに焦点を当てるとともにですね。やっぱりその尾崎穂積の。前半生みたいなものにですね。やっぱりきちんとこう焦点を当てるっていうのが、このゾルゲ事件を。まあ、理解する上では非常に大事なんだけど。そっちってやらないですよね。そうですよ。うん、で、そこがね、僕はね。 どうなんかなって思うんですよね。うん,う,んうん、うん、うん、うん。では、先生、次のパート2で、その今度は尾崎さんが。どういう人だったのか、そこに焦点を当てましょう。